時刻は4時48分を回りました。メッセージご紹介していきましょう。みっちゃんからいただきました。ゆみこさんは10月にお生まれとのこと。10月もとてもいい季節で、そうですね爽やかで、なんといってもキノコ紅葉の季節です。さて昨日の放送の最後に聞いたのが、新潟の毒ゼリの中毒事件の話でした。川べりで採取してお浸しや酢味噌和えで9人で食べ、およそ1時間後に4人が不調を訴え、うち女性1人が重体だとのことってね、本当にびっくりしますよね。普通のセリは田んぼのあぜなどで摘むこともありますが、細い根がついていて根だけを油炒めで、食べても風味がいいので私も大好きです。ところが毒ゼリの方は根が太くタケノコのような節まであるそうです。今回はそれに気づかなかったんでしょうね。去年はニラと間違えて水仙を食べた事件もありました。こちらの方は匂いでわかります。そうですよね、ニラ独特の香りしますもんね。切り取った水仙の切り口の匂いを嗅いでもニラのような匂いはしないと思うのですが。それから春、いつも話題になるのがフクベラ、つまりニリンソウです。こちらは匂いはしませんが花で見分けられます。ニリンソウというくらいですから白い花が2輪つきます。葉が似ているので猛毒の鳥かぶとは花は青いのです。しかも秋でないと花は咲きません。もう一つアイヌギ、つまりギョウジャニンニクもこれから取れますが、こちらも匂いが決め手です。ニンニクに大人のほどの匂いがします。こうしばらくいてませんが、私の場合夏奴隷半島で取っていましたけど、車で弘前に帰るまで車中ニンニク臭でいっぱいでしたと。でしょうね、きっとね。ギョウジャニンニク美味しいですもんね。結構私匂いのあるものって好きですね。あとはね、ニリンソウはね、よくリスナーさんからいただいてね、お浸しにして食べるんですけどもね、最初はやっぱりね、鳥かぶとと似ているということでね、驚かされてね、最初に食べた人はどうのこうのっていうのを、私が多分一番最初にこういただいた中で、なんともなかったのでね、それからはね、まあ信用して、本当にもう春になると、取っていただくのをね待ってるようなそんな状態なんですけれどもね。でみーちゃんもね写真送ってくださいました。普通のセリウェブから撮ったということで、ね、確かに毒ゼリの根はすごい太いですもんね。まあ、タケノコの節のようなのがあるということなのでね、これはでもねちゃんと分かってて、やっぱり葉っぱだけ見ればね危ないですもんね。分かった方がちょっとねどなたかいればよかったのかななんて思ったりしますけれどもね。そして、おなじみニリンソウ、花ね、花、耳についてる花。あとは鳥かぶとね、鳥かぶとニリンソウ似てるということでね、これは秋に花が咲くということですけれどもね。で一番最後に、ね、夏どもりで撮ったアイヌネギって、これみっちゃんの写真ということでねいただきましたけれどもね、アイヌネギね酢味噌和えでしたね。美味しいですもんね、和え物。まあ美味しいですよね、酒の魚にぴったりなこともありますけれどもね。本当にこれからの時期はね、まあ取られる方も多分十分ね注意して取られてると思いますけれども、確実に自分が自信のあるものをね取っていただきたいなと思っています。みちゃんメッセージありがとうございました。